日本海にロシア空軍の新鋭戦闘機が飛来、まさかの直撃交代の機体とのことで、軍事界隈では大騒ぎになっているとのこと。いやこれはまた世紀の大事件だな。どうも日本海でロシアの珍しい機体が確認されたようね。だけど、どう世紀の大事件なの？そりゃもちろん、こんな戦闘機が日本海方面に来ることなんて、前代未聞の出来事だからだ。今回飛来が確認された戦闘機スホーイ35は、ロシア軍を代表する戦闘機の一つなんだが、霊夢が話した通り、この塗装が施された機体は直撃航用の戦闘機であり、基本的には戦闘機が本当に枯渇して敵国に攻め込まれ、もう出す機体が存在しない。みたいな、もう国家が終わる間際みたいな状況でもないと、戦闘には駆り出されないはずの機体だからだ。そんな機体がなぜか日本海で何かしらの任務についていることが確認されたというのは、もう本当の異常事態としか言いようがないんだぜ。あ、そんなに重大事件だったの。ともすれば、ウクライナとの戦争で戦闘機が本当に足りなくなってきてしまったから、極技用の戦闘機ですら活用せざるを得ないことになってきているのかもしれないわね。うむ。実際、12月に入ってからはロシア国内の飛行機事故が多発していることが確認されている。2023年3月のロシアの軍備増強計画の中で、航空宇宙方面の開発は停滞していく可能性が示唆されていたが、この異様な出来事は、まさにその停滞を強く象徴する出来事なのかもしれないぜ。ということで今回は、ロシア、ガチで国家存亡の危機、20機しかない極技用の戦闘機が日本海に登場？戦闘機が本当にないと題し、今回の日本海における極技用機体の登場が、どれだけ異様な出来事なのかとともに、ロシア航空産業界で起きている深刻な問題についても掘り下げていこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。さて、今回日本海で機体が確認されたのは、ウクライナとの戦争でもたびたび登場する有名なロシアの戦闘機、スホーイ35だったぜ。ロシアの最新鋭戦闘機であるスホーイ57がほとんど活用されていない今の状況を踏まえれば、運用されている中では本当に最新鋭の部類の機体ってところですね。そうだな。ところが12月14日に日本海で確認されたロシアの戦闘機は、普通のスホーイ35とは全く異なる、あまりにも特殊な機体の一つだった。航空自衛隊は日本海を飛来していた中国とロシアの航空隊の映像を SNS 上で公開しているが、話題になっているのがこちらの写真に写っている、右下の派手なスホーイ35だ。スホーイ35の前にあるのは、ソ連時代に開発された戦略爆撃機であるツポレフ95だな。この写真を見る限りは、ツポレフ95をスホーイ35が随伴しているような印象ですね。そうなんだよな。で、この派手なスホーイ35、当たり前だけど戦闘用にこんな敵に見つかりそうな派手な塗装を施すことはなく、普通の機体ではない。この機体はロシア空軍のルースキエビーチャシ、英語ではロシアンナイツとも呼ばれている、有名な直撃飛行チームのスホーイ35なんだよな。写真を拡大すると、機体番号50という塗装が施されていることも分かっており、この機体は正確にはスホーイ 35S、2019年11月にロシアンナイツのチームが受領した、特に最新の機体の一つだな。極技用の戦闘機が出てきているってのが、相当不思議ってことなのね。日本でも確かにブルーインパルスって名前の極技用飛行チームがありますよね。それのロシア版って感じかしら。まあイメージはそんな感じで良いと思うぜ。大きな違いとしては、日本のブルーインパルスはあくまで極技用の飛行隊として専用の練習機を使用するのに対し、ロシアの極技飛行隊であるロシアンナイツの戦闘機は、塗装が派手なだけで中身が一緒なので、有事の際にはそのまま戦闘用として活用することが可能ではある。ただし、当然だが極技用として、航空省での曲芸飛行を行うことがメインの機体ではあるため、通常の任務に就くことはまずないぜ。このスホーイ 35S が配備されている場所も、本来ならモスクワの飛行場のはずであり、ロシアンナイツ全20機の中で、スホーイ 35S の機体数は4機しか存在していないぜ。そんな貴重とも言える機体の一つが、なぜかモスクワからはるばる日本海にまでやってきて、なぜか戦略爆撃機に随伴しているという謎の光景が撮影されたってわけね。ちなみにそもそもこの戦略爆撃機の随伴っていうのはどういう目的が？ロシアのプロパガンダ系のメディアであるスプートニクは、ロシアと中国の戦略的協力の中で行われている、日本海上空での合同パトロールであると語っているな。ただし、いくらパトロール用だ
だと言ったとしても、この任務に就くこと自体があまりにも不思議な話で、日本どころか世界各国の軍事関係者たちが、なんでロシアはわざわざ極芸用の機体を、日本海のパトロール任務に活用したのか?と、頭にクエスチョンマークをつけさせる状態になっているわけだな。なるほどね。まあ単純に考えるとしたら、ウクライナとの戦争で使える戦闘機が少なくなったから、もう極芸用の飛行機でも引っ張り出すしかない。特に極東方面の部隊は、北方領土や樺太から根こそぎ兵器を持っていかれているから、補うには極芸用の飛行機しかなかったのかもしれないわね。さらに考えれば考えるほどおかしいのが、スホーイ 35S を生産している工場、実は極東ハバロフスク地方のコムソモリスクナアムーレという都市にある、ガガーリン記念航空工場というところなんだよな。この工場、6月から11月にかけて少なくとも8機のスホーイ 35S をロシア軍に納入し、つい最近2023年最後の納品が行われたことが、ロシア国営メディアでも伝えられていた。この戦争では戦闘機が活躍する場面はほとんどないものの、スホーイ 35S だけでもロシアは少なくとも5機をこの戦争で失っていることも判明しているため、おそらくはこの損失分を補うために、生産を進めていたものと思われているぜ。生産能力自体はあるのね。そうするとなおさら極芸用の機体を極東方面に配置転換する必要に迫られたことも、かなり不自然な印象を受けるわね。うむ。明らかにロシア国内の戦闘機の生産能力には何かしらの問題が発生していることを指し示していると言えるだろう。このロシアンナイツの機体が日本海に登場したことに関連するかどうかはわからないが、実はスホーイ35が足りない問題をロシアが抱えていることは確実ではある情報が別に存在するんだよな。実はスホーイ35の生産が間に合っていないことを示唆する情報は、他にもいろいろ存在していた。前線でのスホーイ35の撃墜多数以外に重要な要素として考えられるのが、イランへのスホーイ35輸出計画に関するものだぜ。あれ?イランとのスホーイ35に関する契約って、以前に交渉が決裂していたとかなかったっけ?ロシアがウクライナとの戦争のために、自国の戦闘機をウクライナとの戦いのために使わなければならず、納品が遅れに遅れてイランが切れて交渉終了、みたいな話があったような。2023年7月頃はそういう話だったんだよな。イランはロシアにシャヘド136などの大量のドローンと、これを開発する技術やらを送る代わりに、その見返りとしてスホーイ35を受け取るはずだった。2023年4月時点ではスホーイ35を24機、イランが受け取ることになる契約だったはずだったんだが、その3ヶ月後には、イラン国防省から高性能戦闘機は国内で生産すると発表。スホーイ35の購入契約が決裂していたという情報が出回っていたんだぜ。しかし11月末に入ると、イラン国内のメディアが一転、スホーイ35の購入に関する最終合意が行われたとする報道を行い始めるようになった。話が2転3転している状態なんだよな。なんだかよくわからないことになっているわね。まあでもこれらの話を全て真実とするなら、なんとなくではあるけど、納入遅れのせいで最重要顧客の一つであるイランを失うわけにはもういかないから、ロシアはめちゃくちゃ無理して営業的なことして、なんとか契約を維持したみたいな構図が見えてくるわね。7月から11月の間に、ロシア側から何らかのアプローチがあった可能性はかなり高そう。うむ。しかしロシアがイランとの約束を守るためには、遅れまくっている納品期限をなんとかする必要がある。しかしスホーイ 35S は国内でも使いたい上、現状ストックが存在しないというのであれば、イランのためのスホーイ 35S の生産の約束を是が非でも守るため、モスクワから極芸用の機体を移転させたのでは?と考えることもできそうではあるぜ。なるほど。確かにイランとの契約の中身がちょうど今回撮影されたスホーイ 35S、全く同じタイプの機体であったとすると、不足分を補うために極技用の戦闘機も使わざるを得なくなったと考えると辻褄が合うわね。少し前の動画でも、ロシアの航空機が世界的な航空ショーで全然売れなかったなんて話があったし、国内の産業を守るためには、極技用の戦闘機でも何でも稼働させなきゃいけないわけですと、さらなる増産体制を築きたいところは山々なんだけどな。決してスホーイ35は近代的な戦闘機とは言えない代物ではあるんだが、ロシア国内からは、そんなスホーイ35でも十分に生産できないことが伺える情報がいくらでも出てくる。ここからは、戦闘機の生産に悩むロシアの事情と、航空機の問題について掘り下げていこうと思うぜ。スホーイ35の生産を行う上でロシアの頭を悩ませているのは、
なんといっても精密電子機器の分野だ。2022年2月以降の西側諸国の経済制裁の影響で、ロシアは電子機器用の部品を仕入れることができず、これはスホーイ35だけではなく、ロシアの航空機産業全体に大きなダメージを与えているぜ。でも、少なくとも8機のスホーイ35は生産できたんじゃなかったかしら？それは西側諸国から仕入れていた精密機器を、中国から輸入することで賄っているからな。2023年の初めには、すでに税関調査の結果、中国からトルコや UAE を通じ、軍用民用問わず、航空機産業用の赤外線カメラやレーダー機器を輸出していることが発覚しているぜ。半導体が必要になるコンピューターチップとかそういう精密機器の類ですよね。品質的にどれだけ担保できているかはわからないけど、まあ補うことはできるって感じなのかしら。いや、そううまくは言ってはいないようではあるぜ。2023年12月以降、ロシア国内では多くの航空機産業の問題が発生していることが判明している。特にポイントとなったのが、11月26日頃にウクライナ保安庁傘下のサイバー組織が行ったとされる、ロシア連邦航空運輸局の情報流出だ。同資料では、ロシアの民間航空は西側諸国の制裁以降、航空機の整備不足やスペアパーツの供給が遮断され、技術的な問題に頻繁に遭遇するように、航空運輸局は開発者証明書を各航空会社に配布することで、航空会社は勝手に自社で整備を行えるようになっている。これは航空会社の独自裁量で整備を行うことができるようになったことを意味するものの、この情報が流出して以降、ロシア国内での航空機事故が多発。2023年1月だけでも、185件の航空機事故が流出した資料に記載されていたという。これは2022年1月の水準と比較して3倍の水準になっていたようだ。事故の多発については以前より、航空会社が整備不良問題に対して対応できないため、整備担当者に対して航空会社が、整備不良を指摘しないように、という指令があったことも、すでに明らかになっているぜ。あまりにも草、もう指摘したところで整備不良を解決できないから、気にせずそのまま飛ばすしかなくなってんのか、そりゃ事故が増えて当然と言いますか。これらの調査報告では、ほとんどのトラブルの要因が精密機器関連かエンジン部分であると考えられており、これは西側諸国の電子部品が供給されなくなったことで、ロシアの航空機産業が深刻なダメージを負っていることを示唆する情報と言える。ただし、それ以降西側諸国以外から大量の精密機器を輸入しているという情報も出てきていることを踏まえると、そもそも輸入している数が足りないか、あるいは中国を中心にロシアが輸入している精密機器では、精密機器として品質が不十分であるか、どちらかの問題が発生していると考えられるぜ。最近のロシアの航空機事故の多くは、ボーイングとかの民間機が多かったわよね。スホーイ35とはまた別の問題なのかもしれないけど、どちらにしろロシア国内では、必要な生産数を賄うための環境が整っていないとは言えるわね。共食い整備が増えたことについても流出文書では報告されているようだしな。これも、既存の流通網では航空機用の必要なパーツが確保できなくなりつつあることを意味しているな。また、もう一つ。これは航空機を飛ばすことが難しくなっていることを示すのか微妙なところだが、ロシア軍の奇妙な動きとして、12月8日に行われた、爆撃機ツポレフ95からの巡航ミサイル爆撃によるウクライナ全土への攻撃がある。この日の攻撃では、KH-101 を中心に19発の巡航ミサイルが発射されたとのことだ。ロシア軍はロシア本土の安全なところから、巡航ミサイルをウクライナの民間インフラに飛ばし、電力施設を破壊するのを目的とした攻撃を昨年の冬もよく行っていたわよね。また投機の嫌がらせが始まってるんか。いや、それがどうもおかしいのは、飛ばした巡航ミサイルの数があまりにも少ないんだよな。昨年の冬はそれこそ毎日のように、60発から70発もの巡航ミサイルを飛ばして民間インフラを攻撃していたぜ。しかも12月8日に行われた巡航ミサイルでの攻撃は、およそ2ヶ月半ぶりの攻撃だった。12月8日以前はロシア軍は冬のインフラ攻撃のため、巡航ミサイルを貯めていたのでは？と、西側諸国には考えられていたものの、貯めていたとは考えにくい規模感での攻撃だったんだよな。なるほどなるほど。これ、スホーイ35とか戦闘機を前線に送ってはいるものの、それでも攻撃するには全然足りないのかもしれないわね。あるいは巡航ミサイル自体がほとんど製造されなくなってきているということかもしれないな。巡航ミサイルが足りないのか、爆撃機や戦闘機が足りていないのかは不明だが、どちらもロシアの航空戦力が急速に失われつつあることを証明する話と考えて間違いない。一応、FAB500 などと呼ばれる滑空爆弾の使用のために、スホーイ35などの戦闘機が使われているため、
この爆弾による遠距離爆撃のために、スホーイ35などの戦闘機を集中して活用している可能性もある。この場合、ロシアは昨年の民間インフラへの攻撃は無駄だったと作戦を変更するに至ったか。他には、何としてでも戦線を押し上げるためには、インフラへの攻撃などやっている場合ではなく、前線付近のウクライナ軍への攻撃のために、集中して戦闘機を運用する必要があると。戦術を変更している可能性もあるところだ。今年ロシア軍に納入されたスホーイ35も、この滑空爆弾の運用に使われるのかしら。ひとまず西側諸国の防空システムの運用で、巡航ミサイルとかには対応できるようになったから、あとはこの滑空爆弾をどうにかできれば、戦況もかなり好転する気がするんですけどね。そうだな。この点はロシア側の数少なくなりつつある航空戦力を打倒するための、新たな方法を確立する必要は出ているぜ。ということで、今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。